僕らちゃん、いよいよプロジェクトを進めていくぞということで。あー、やったー、はい、わ、いい音いい音わなんか人形さんみたいですよ。全部と遊ぼう。こんにちは、NNB48 の梅山ココナです。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでパチパチパチ、はい、そして広報くんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よく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 、おー、イエーイ、イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。これ一気にガーッとの、まあ、どっかでブレイクしたいですね。すごい、スマイルチューブより登録者数多い、ね、比べるもんが困るよね。すごい、ね、勝ったの。スマイルチューブよりも登録者数多いんですよ、専務。いやいやすごいことですよ。そのうちももっとぶっちぎったるわってやつですね。ね、でもありがたいですね、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします、はい、今日は天王寺にあるロイスエンターテインメントさんにやってきました、はい、ここは何をするところなんですか？造形スタジオ、つまり原型作ったり、カヤドも同じような仕事をやってますけど、よろずん外注造形屋さんとして、結構長くね、もうやってる。どちらともお付き合いは結構長いんですよ。あ、すごい。でもここで、あの、いろいろとココナちゃん、いよいよプロジェクトを進めていくぞということで。あ、やったー、はい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。すごいね、いよいよでございます。じゃあ入っていきましょうかね、広報君。はい、じゃあ早速入っていきましょう。広報君はでかいからここでお別れや、はい、はい、もう入ったらもう僕は中では声だけだよ。ですよね。なんでやろう。いろいろ諸般の事情が。僕は玄関のエントランス、いろんなものがここも作ってはるんですよ。はい、では会場さんもどこもそうですけど、自分らが作ったものをこうやって、造形物がですね、どっかで見たら、すごい、仕事をよろず大中基本なので、ドラゴンボールもあったりとかしましたね。あ、本当だ、はい、ここにこんな、あの、まあ、これなんかはちょっと気持ち悪いおっちゃん多いですけど、可愛らしいお姉ちゃんがなかなかないのがちょっと困るが、あ、確かに。でも、まあ、こういうなんかどっかのどこのおばちゃんの、ね、怖いですね。ちょっと怖いでしょ。こんなにならんように今回頑張らなあかんので、ね、パンダも、あ、いい音、いい音触ってます。というところで、ここの中のですね、ロイスさんってなんかチョコレートみたいな声だけだったかな。北海道行くとこれチョコレートの名前ですよね。あ、本当だ。そうなんですよ。これもな、これもプラスチックですね。すごい。これこれいいんですか。いや、あかんけど一応僕の場合はまあまあちょっとだけやから。まあ、全部なんでね。はい。まあほら造形とも全部ね、パソコンでやってる作業が多いんですよ。うわ、めっちゃパソコンある。はい、ということでここがですね、今日の。あの、割とそんな大きくないんですけど、うんうんうん、今日のお部屋がここになってですね、お、でここでココナちゃんを撮影させてもらおうということで、家業および解説をやってもらう小田のおっちゃんです。小田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい、はい、これが今あの全面にこう明るくなって出るんですけど、めっちゃ大きい機械ですね、うん、そうです。でこれは正面から光がきれいに当たって好きに撮影できるように、ね、ここにカメラが、はい、今6台あるんですけど、でこれ今日は4台使って撮影します。4台いける？4台でいけるんや。いけます。逆に、はい、びっくりびっくり。このスキャンの方法っていうのは、はい、この回転台、お立ち台に立っていただいて、はい、これが40秒で1回転します。はい、でその間にカメラは1つのカメラに50枚の写真を撮ります。50枚、はい、1つのカメラで。そうです。で4台あるんで200枚の写真から 3D の画像を、あの、立体を作っていく。まずだから写真が200枚あるっていうのが、すごい、40秒でできちゃうんですか。そうです。その代わり40秒じっとしとから、こんな途中でこんなのしやがんわけ。ちょっとでも動くと、ピザッとあれなんで、その辺は多分慣れてると思いますので、頑張ります。頑張って40秒間耐えてください。全然耐えます。はい。ちょっと実際動いちゃダメだよね。瞬きは OK なんですか。まばたき、あの、後ろ回ってる時は目つぶとでも、ああ、前の時は前開けとかな。そうです。開ける。視線をもうずっと、はい、できればこう、こうずっとまっすぐこう前を見て。まっすぐ、まっすぐですね。なるほど。キョロキョロしたら、そう、目のあの写真が動いちゃうと、そうですね、まああとは海洋さんの技術で、ああ、なるほど。治るとは思うんですけども、はい、任せてください。さすがでございます。あ、そうやね。ココナちゃん、どんなポーズがいいですか、ね。そうそう。ですよね。はい。
まあ、一つはね、動かして遊ぶアクションフィギュアを作ることを考えとるんで、はい、いろいろとポーズが自由に関節入れたりとかこんなことしたいので、はい、こういう感じの、お手手広げて普通に、はい、これぐらいの足も、まあ、ちょっと広い目で、うん、手もこういう感じのもでずっとしてもらって、あ、かわいいですねそれ、はい、でもう一つがですね、はい、前田ココナちゃんの自慢のポーズ、かっこいろいろ制約があって、前とこれ回転しますからあんまり手足は伸ばしてもじゃあ困るか、うん、横で広げるとかそういう前後にない、そしてあまり浮いちゃダメやからこういう辺の距離のないもので、うん、小さめのポーズで、はい、ココナポーズでなんかお得意ポーズでどういうポーズする？ココナちゃんらしい、はい、お餅がすごい好きで、はい、でよくお餅ポーズをするので、はい、それお餅なんだ。あ、そうなんですよ。それ言わないと分かんないじゃないみんな。これが餅。違います。はい。餅ポーズね。ちゃんとねファンの人分かってくれてるんで。分かってくれてるんだね。餅。はい。でも実はこれにつけば最高に嬉しいですね。一番綺麗に撮れるし。OK です。そう、体につけてもらうと整形しやすいし、うん、そうです、データも、なるほど、造形しやすい、めちゃくちゃくっつけて、めちゃくちゃくっつけてね、はい、はい、今から撮影入りますけど、はい、正面向いた状態からスタートします、はい、で撮影自体はこっちの横を向いたとこからスタートします、はい、こっち向いたらここからこっちまでは1回転までは頑張ってちょっとポーズをキープしてください。わかりました、はい、難しそう。僕は簡単なんですけど多分立たれてる方が一番難しい、ね、いきますよ、回します、ね、でこっち向いたら撮影するんで動かないようにお願いします。いきます、どうはい、それでちょっとまだ動かないでください。それでゆっくり後ろの布に当たらないようにゆっくり後ろに降りてください。外側に当たってもらって、はい、で今からこのクロマキーの、ブルーを一回撮影します。お、青だけは撮るんですか、でこれで1枚撮りました、はい、でこれと先ほど の撮ってもらった写真の違う部分をクロマキーで処理で抜きます。じゃあ今全部写真撮ったのが見れますんで、一回それをご覧になっていただきたいと思います。おお、はい、はい、ではでは、やったー、さっきどうぞどうぞ、見たい、どうぞ、見たい、はい、これ一番上のカメラです、はい、すごい、上のカメラでこうぐるっと回って、はいはい、こうこうこう、はい、なんか人形さんみたいですね、これだけ見ててもなんかね、あれこうなんかくるくる回るとほんまになんか人形みたい でこれで今200枚の、はい、これ真ん中の写真ですね。そうですそうです、おー、綺麗に撮れてます、 れてます、すごい、全然ビビこうブレてないのがすごいですね。多分大丈夫だと思います。なるほど、綺麗に撮れてます、すごいすごいすごい。でこれを、ここから特徴点っていうのを探して、はい、こういう線が入ってるのですごく特に分かりやすいと思います。お、よかったです。なるほど、おなるほど、うん、そういうことなんですね。そうです、めちゃくちゃ画質綺麗で、うん、すごいカメラ、とてもいいカメラ使ってる、ですよね、撮りながら綺麗、いい感じです。いい感じよかった。さてこれからお餅ポーズも撮ってもらうんですけど、その辺の完成して写真が見れるのは次回お楽しみに。次も見てや。じゃん、でもトンチンカン、専務は喋ると止まらない。